はい、どうもこんにちは、イカ坊主と申します。今回はですね、ゼルダの伝説夢を見る島バグアザ実況の第5回目ということで、まあ最終回みたいな感じで、おまけみたいな感じなんですが、レベル7のダンジョンに、侵入する技です。バグワールドからレベル7のダンジョンへ侵入する技ということで、やっていきたいと思います。で、まあ、いつものようにバグワールド行くんですが、説明の方はパート1でしておりますので、そちらを参考にしてください。あの、やり方を知りたかったら、まあ、そんな感じで、そんなこんなでやっていきたいと思います。これはできたかな？できなかった。でですね、バグワールドへ行ってレベル7のダンジョンをね、突っ込むんですが、下手したら詰みますので、あまりやらない方がいいと思います。てか普通にバグをするのは進めないので、バグっても自己責任ということで、致命傷を負ったとしてもカセットが。で、まあいつものようにもう説明めんどくさいんで省きます。パート4とか3で全部言ってるんで。で、まあ金を手に入れたとこあたりまで行きます。この移動してる場所カットしてもいいんですが、初めて見る人さっぱりだと思うので。あれ言ったかな、質問あったらコメント欄に書いていただいたらお答えしますので、お願いします。で、ちょっとバグってるとかノーコメントでいきたいと思います。これ敵ですね、変なテレサみたいな。でですね、これやってメリットがあるのは、パワフルブレスレットが手に入れれるのと、金が無限に手に入るのと、葉っぱが手に入るのと、レベル7のダンジョンへ行けるだけなので、まあいつものように行くんですが、ここですね、松明の上に乗れます。松明の上じゃなかったら落ちます。なんで松明の上へ行きます。で、ここポイントです。この変な敵の下のちょっと左側から下行くと松明の上に乗れます。これ以外行くと松明の上に乗らなくてハマって終わりますが、世にも奇妙な現象が起こってますね。はい、世にも奇妙な現象を無視していきます。扉入ってください。するとなんか見たことあるダンジョンなんですが、クリボーがちょっと頭おかしくなってますね。無視してこっち側へ行きます。で、ここで下を通って、まともな敵も一応います。で、まあ倒してもいいんですが行きます。ここ入って、で、なんかなってますね。なんかいますね、これ多分フックショットでウィーンってやるやつだと思いますけど、ここの下行くと落ちます。それですね、この辺右下の方から降ります。するとこんなところで出るので、ここですね、ここが一番難しいです。ここ斜めにこう頑張っていきます。斜めにこう、あ、行けましたね。こう斜めに、あ、落ちた。頑張って斜めに行くとすり抜けれます。よいしょ。どうやって行ったんだっけ。難しいんでですね、まあ何回か挑戦したらできると思いますけど、あ、行けました。あれ、なんでできないんだ。あ、行けた。で、この上を取って丁寧に行きます。で、このバグワールドなんですが、そのバグワールドから実体化させることができるんですね、元の世界へ。それは、こういう降りるとか上がるとかの階段に登ると実体化します。ちょっと見たことない場所へ来ましたね。なんと行けちゃうんです。行けちゃうんですが、なんと装備は初期装備ということで、何ができるんだってなるんですが、お前は、マイトじゃないか。まあちょっと何もできないんですが、こんな感じで、攻略することも可能です。で、まあ多分クリアはほぼ不可能なんで、ほぼ不可能なんですが、ここでセレクト技を使いまくって、あ、なんだここ、あ、バグってるな。まあ攻略することも可能なんじゃないかなと思いますので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。それでは。